こんにちは。皆さん、今回は毛利元就が描いた天才的な名戦略厳島の戦いについて解説します。この戦いは、戦国時代における重要な奇襲戦の一つで、元就の策略と軍略が最大限に発揮された瞬間です。では、なぜこの戦いが起こったのか、歴史的背景から探っていきましょう。さて、この戦いが起きた背景を知ることで、当時の状況や元就の立場がより理解できます。戦国時代は、日本全国が大小様々な大名たちによって分裂しており、争いが絶えない時代でした。そして、元就が生きた時代、中国地方は特に激しい争奪戦が繰り広げられていました。中国地方は、九州、四国、関西との交流の要所であり、経済的、軍事的にも非常に重要な地域でした。また、海を利用した交易も盛んで、経済的な利益をもたらす地域として各大名が熱視していました。この地域を支配することで、その大名は西日本の覇者としての地位を築くことができると考えられていました。そのため、激しい争奪戦が繰り広げられていたのです。では、この中国地方の中心として台頭してきた毛利元就について詳しく見ていきましょう。元就は、はじめは乞食若殿と揶揄されるほどの微々たる存在でした。しかし、その策略と魅力で家臣たちをまとめ上げ、数々の困難を乗り越えて大名へと上り詰めました。彼の持つ人間力や家臣との絆、そして戦略的な才能が、彼を戦国の大舞台へと導いたのです。一見、不利な状況の中でどのようにして勢力を伸ばしていったのか、この点に注目して、厳島の戦いを通して元就の軍略を探っていきます。ここで、次に進む前に一つ確認しておきたい点があります。それは、厳島の地理的、戦略的な位置です。この地の特徴を知ることで、元就の奇襲戦略がいかに天才的であったかがより明確になります。次の章では、厳島の地理的特徴と、当春方との対立について詳しく解説していきます。奇襲の舞台、厳島とその特徴。さて、厳島の戦いがどれほどの名戦略であったかを理解するためには、まずその舞台となった厳島とこの地をめぐる状況について知ることが必要です。厳島は広島県の広島湾に位置する小さな島です。では、この小さな島がなぜ重要だったのでしょうか。それは、この島が瀬戸内海の交通の要所に位置していたからです。瀬戸内海は、日本の内海として古くから海上交通の要所とされ、海上交易の中心でした。そして、厳島はこの瀬戸内海の中でも特に戦略的な位置にありました。この地を手中に収めることで、瀬戸内の制海権を握ることができるとされていました。そのため、多くの大名たちがこの地を狙っていました。そして、この厳島をめぐる争奪戦の中で、毛利元就と対立していたのが、当春方という大名でした。なぜ彼らが対立していたのでしょうか。それは、両者ともに中国地方の覇権を目指していたからです。毛利氏はすでにこの地域の一部を支配しており、さらなる拡大を狙っていました。一方、当氏も同様にこの地域を掌握しようとしていたため、争いは避けられないものとなっていました。特に、当春方は短期間で勢力を拡大した実力者であり、毛利元就にとって大きな脅威となっていました。毛利元就は、このような状況下で、末春方を打倒するための奇襲計画を練り始めました。では、なぜ奇襲を選んだのでしょうか。それは、正面からの戦力で末春方を打ち負かすことは難しいと判断したからです。当氏の軍勢は強大で、
その正攻法では勝利するのは難しいとされていました。そこで、元就は厳島の地理的特性を生かした奇襲を考えたのです。狭い海峡を挟んでの戦闘となる厳島は、敵の動きを予測しやすく、また敵の補給線を断つことも容易でした。これが、毛利元就の奇襲計画の始まりとなったのです。これから、この奇襲がどのように実行されたのか、その天才的な策略とは何だったのかを詳しく解説していきます。天才的名戦略の解説。私たちが今から深く探るのは、毛利元就が描いた天才的な戦略の全貌です。戦の結果は皆さんご存知の通りですが、その背後にある計算された策略とは一体どのようなものだったのでしょうか。まず、厳島の戦いを成功させるために必要だったのは、十分な準備と、それを実行に移すための戦術の組み合わせでした。毛利元就は、敵の動きや地形を詳しく分析し、それに基づいて奇襲戦術を練り上げました。そして、この計画は密かに進行していました。なぜなら、奇襲の成功は情報の秘密保持にかかっていたからです。具体的には、元就は先の戦いでの敗北や周辺の地形を熟知する地元の水軍を巧みに利用しました。彼らの情報や経験は、毛利軍の戦術をより洗練されたものにしていったのです。そして、奇襲の日、この日のために、元就は多くの策略を練ってきました。彼の戦術の中心は、敵を混乱させること、厳島の浅瀬を利用して、大軍を見せかけつつ、実際には少数の兵力で敵を攻撃するというものでした。具体的な瞬間として、毛利軍は末春方の本陣を目指し、一気に突撃、末軍はこの突然の攻撃に驚き、組織的な反撃ができないまま壮絶な戦いが繰り広げられました。この厳島の戦いの勝利は、毛利氏にとって非常に大きな意味を持っていました。それは、中国地方における毛利氏の支配力を確固たるものとし、さらには瀬戸内海の制海権も手中に収めることができたからです。この戦略的な位置を確保することで、毛利氏はその後の戦国時代においても大きな影響力を持つこととなりました。具体的には、この勝利によって毛利元就は、中国地方だけでなく、瀬戸内を含む広大な地域を支配下に置くことができました。そして、この強大な力を背景に、戦国時代の収束という大きな流れにも影響を与えることとなったのです。このように、毛利元就の戦略は単なる奇襲ではなく、その後の戦国時代の流れに大きく影響を与えるものでした。彼の策略と天才的な戦術によって、歴史の1ページは大きく変わったのです。天才、毛利元就の人となり。それでは、まずは毛利元就の少年時代を見ていきましょう。毛利元就の少年時代は、多くの困難に直面しながらも、その度に立ち向かい、成長していった時期でした。その背景には、戦国時代という荒れ狂う時代背景が影響しています。特に、元就が生まれた当時、毛利氏は大名としての地位を確立していなかったため、多くの脅威にさらされていました。しかし、そうした中で彼は、家の存続や地盤固めのために多くの策謀を巡らせるようになります。例として、彼が弱冠10代の頃、重要な交渉の場に出席し、敵との和議を結ぶ姿が伝えられています。この出来事は、元就がいかに頭脳明晰で、家のために果敢に行動していたかを示しています。そう、毛利元就の少年時代は、困難に立ち向かい、その結果として大名としての基盤を築き上げるための重要な時期であったと言えるでしょう。次に、元就が家臣との関係をどのように築いていったのかについて見ていきましょう。毛利元就は、
家臣との信頼関係を非常に重視していました。それと同時に策略を駆使して彼らとの関係を構築していきました。この理由として戦国時代という時代背景が挙げられます。この時代裏切りや反乱は日常茶飯事。しかし元就はこれをうまく避けるための方法として家臣たちとのつながりを深めることに尽力しました。具体的な実例としては元就が家臣たちと共に戦場に立つことはもちろん私的な場でも彼らとの交流を深めていたことが知られています。これにより家臣たちは元就に対して絶大な信頼を寄せるようになりました。元就のこの統治術は毛利家が戦国時代を乗り越える大きな要因となったと言えるでしょう。最後に元就が残した遺産について触れてみましょう。毛利元就の遺産は子孫たちに多大な影響を及ぼし彼の戦略的天才としての評価を後世に残すこととなりました。彼の死後子孫たちはその遺産を受け継ぎ毛利家をさらなる高みへと導いていきました。その中でも元就の孫である輝元は関ヶ原の戦いでの活躍などを通じて元就の遺産をしっかりと受け継いでいることがうかがえます。例えば輝元が言った外交戦術や家臣団との関係構築などは明らかに元就の影響を受けていると言えるでしょう。毛利元就の遺産は毛利家の後ろの歴史や日本の戦国時代全体における彼の評価を形作る大きな要因となったのです。まとめ、紀州伝説の真実とその影響。皆さん、今回ご紹介した厳島の戦いは戦国時代の中でも特に重要な戦いの一つでした。そしてそれは毛利元就の策略によるものであり、この戦いが毛利氏の勢力拡大のきっかけとなりました。この戦いは戦国時代の中国地方の勢力図を大きく塗り替える結果となりました。厳島の戦いは単なる戦闘の勝利だけでなく毛利元就の戦略的な視野とその天才的な指揮能力を示すものでした。例えば厳島の地形や東春方との関係を利用した奇襲戦術は非常に緻密に計画されたものでした。このような戦術を実行するためには相手の動きを予測し自分の動きを秘密に保つ能力が必要です。元就はこれを見事に成し遂げました。毛利元就は戦国時代の大名の中でも特に策略に長けた人物として知られています。その背景には彼の若き日の経験や家臣との信頼関係、そして緻密な戦術の組み合わせがありました。実際多くの戦場で元就の策略は成功を収めました。特に厳島の戦いではその戦術の優れた点が最も顕著に現れました。末春方の軍を撃退し中国地方の覇者となったことは元就の策略と統率力の賜物であり、彼の天才としての評価を確固たるものとしました。この動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの動画が皆様の心に何か響いたならぜひともチャンネルの登録や高評価をお願いいたします。そしてもし何か質問や感想がございましたらコメント欄にお気軽にご記入ください。今後も様々な歴史的なエピソードや戦略について詳しく解説していきますのでどうぞよろしくお願いいたします。